お疲れっす。今終わりました。体バッチリっすね。よし、うわ超体軽い、いいね。はい、ワトス、トモさんいらっしゃい。体が整体2時間やってきましたね。めちゃめちゃ体軽いですね。すごいふわふわです。はい、こんばんは。おー、ニンニいらっしゃい。あれ、配信者いるな。どうする、この後 T シャツ買いたいけど LINE 送ればいいですか。ああ、全然 LINE、発売まだ、 LINE 後でちょうだい。じゃあ、捨て頃の後にね、売るから、よろしく。帰りますか。 T シャツ5000円っすね。うわ、なんか鳩がなんかやってる。なんかこの2人の鳩が追いかけっこしてる。とりあえず LINE 了解。タバコ吸おうか。どっていうか、歌舞伎町がタバコ吸えねえんだよな。タバコ吸いたいけど、どうしよう。おー、エデン久しぶり、お疲れ。キャスバー行くか。キャスバーでタバコしようか、一服しようか。キャスバー行こう。喫煙所が全然ない、歌舞伎は。お店入らないと。日中放送やってたね、今日ね。はいはい、ありがとう、応援ありがとう。タバコ吸いにキャスバー行こう。あ、電池残量がねえって。はい、お久しぶりです。はい、ワトツ、ちょっと一服しにキャスバー行こうか。キャスバーでタバコ吸おう。システム料金って変わってないのかな、キャスバー。大丈夫かね。すげえ体軽い。じゃあキャスバーで一服して一杯飲んでく。酒はやめた方がいいか、前日だから。ジュースだけ。やだ。おう、荒野が来てる。いや、荒れてんの今。どうなってんの、荒れてんの、荒れてる。もう目の前なんだけど、今日荒れてんの。みんなおったわちゃわちゃしてる。まあいいよ。あれ、今日貸し切り？うわ、すげえ人いんじゃん。今日貸し切り？
あ、雲ナマス今日入ってるのいっぱいさワードさんイエーイいっぱいこんにちはどうもありがとうございます開いてないから、ね、開いてます開いてます選手がいっぱいすぎてさ明日大丈夫配信したいです間に入るか奥で一人で奥で選手選手いるよここに開いたそうやんクオンリューが優先今空だけやん全員誰忘れてるワードさんお疲れお疲れすごいねおらさん、はじめましてですよね、お会いするの。金髪さん出来上がってる。ライバル、ライバル。向こう。ポスカー次バッシング今はちょっとそうそうキャスバこれもうなんかあの武器屋とか業者のやつでしょうかな。なんかアルコール少ないので、はい、オレンジとか柑橘系でなんかありますか。ファッションとかあります。あ、ありますよ。オレンジですよ。ファッションオレンジで。トイレ開いてる。あ、多分空いてます。食べるものない。食べるものはい。ちょうどちょうど。美味しいよ。ロードスター。これでみんな。皆さん。よっさんいないね。ファッションだね。ファッションだね。なんか柑橘系で飲みやすいの。山下さん、お入りください。ちょっとタバコ吸いたい、近場でタバコ吸いたいと思って。いや違う違う、今整体行ってたんだ。整体、体あのマッサージしよう。はい、大家さん、大家さん、障害期限としました。いや、俺、一杯だけ。お酒普段飲まないし。てか、ライトが逆光だな。やばい補正やってんの膝左のケビ。どうも。ケビ。すごいですね。ありがとうございます。うんちゃん。
浅山さん、山内さん、山内さん、うせえ、うせえ、はいはい、いいっすか、はい、怒らない、カレンさん、お疲れっす、聞いてた、嘘でしょ、ほら、これは誰すごいよ、体軽くなった。腰がすげえ硬かったんだけど、バッチリパーフェクトの状態だから、そうだね、明日のために、うん、ありがとう、花火ありがとう、明日間近で応援する。え、ゆうくんの、結局ゆうくんの T シャツ買ってよ、これか、おお、ミーも来るんだ、了解、魔導ブース来てね、よろしく、 T シャツできたよ、いいデザイン、これノンさんデザイン、のんちゃんはもともと美大生、大学院出てる、風船ありがとう、サンキュご無沙汰です、お、ご無沙汰です、髪の毛伸びたんすね、なんかめっちゃ下、なんか体がごつくなってるな、もうめちゃめちゃ強くなりすぎてた、勝てるでしょ、勝てます、明日も余裕する、すごい、いやもうすごいね、めちゃめちゃ鍛えたんだよ、バッチリいきます、はい、どこでも好きなの、今こっちがいる、光くんさ、この間あって、光くん、はい、いや、こっちだったねって言ったけど、光くんも結構体重上げました、だけど普通にやばい、僕8キロぐらい上げたんで、8キロって完全に筋肉でしょ、筋肉じゃ、あ、でも筋肉結構つきましたね、全然違う、明日もぜひ見てください、はい、いるいる、はい、今日何時から飲んでるんですか、今日は11ぐらいから結構飲んでる感じですね、4時間ぐらい飲んでわらもにもいい、はいはい、やってるから、これで今ね、これ、こっちのやつ出さない、これ了解です、こっちやってる、え、マジっすか、何かそういう、そういうのがあるんだけど、これでも今、いろいろ盛りしてても全部作ったやつで、いろんな人がやるんで、よろしくお願いします、よろしくお願いします、招待します、変えていくんで、はい、3万、昨日3万切って、そう、企画結構出てるんで、了解、例のやつよろしくお願いします、あの、それを一回崩したんで、あ、マジで、まあ、なんかあったら、やったりなんだけど、感じで、どのタイミングで人が集めてるか、あ、全然、全然、そうだよ、お笑いでもいいから、はい、ダンカさん、ダンカさんのやつ、あの、あさってですよ、ここはまた違うので、はい、芸人関係で、はい、いろいろやろうとしてて、あ、マジですか、はい、で、あの、アルコールが入っただけの話だし、強いので、はい、まあ、飲みにくいとしたら、もうそこは3年でやってるんだよ、ここで、はい、そう、やりたすば終わってるから、はいはい、僕が紹介してここで撮影とか、なんか使えそうな気持ちあったら呼んでください、ぜひ全然使わないですね、マジで呼べる、すごい、今日満卓だね、使えそうだよ、
ガンマンコジだよ。だいぶ鍛え込んだよ。全然違う。ヤマトさん、おしぼりくださいよ。ヤマトさん、どちらでも席に座って ありがとうございます。配信の中に乗ってるから、オフレコとは言うんですけど、まあ、もうちょい人だったら、こちらにこちらを入れて、そういう意味な感じで、ただね、オフレコにやってもらって、はい、あの例えば討論会やりたいとか、あ、やりたいっすね、やりたいっすね、こういう名前も出しながら、じゃあ、はい、そういう、まあ、ただでもいいっていうし、こっち機材用意したりとか、いろいろ嫌だと思って、さすがに全部、今後ともよろしくお願いします。僕あの飯あまりまだ混ざってないので、あ、了解です。ビキレアップ結構めライン変わってないですか？変わってないです。あ、了解です、了解です。エビ大丈夫だよ。なんか これから YouTube ちょっと力入れたくて、今1600人しかいないんですよ、フォロワーが。ちょっと万人目指して頑張ろうかなと。それなら、確か新宿に YouTuber って店があったと思う。ここ来週、再週、YouTuber 100万人のフォロワーいるの。すごい、今営業してるし。すごい。誰でも知ってるような、はい、でプラス今日本にフォロワーのゴッドサップって言ってて、マジっすか。はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。ゲッピーゲッピー、アルさん、ご無沙汰です。お久しぶりです。ケピー、相変わらずお綺麗で。わざわざ、はい、正解です。明日は山田さん、あ、オッケー。はい、了解です。ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。前乗りでいかなかったですね。僕、前乗りじゃないですね。明日、鮫島さん迎えに行かないといけないです。はい、はいよ。ワノさん、はい、はい、ラオキニーさん、ああでも今の感じだとナオキさん、小林さんまた大きさがあってもでかいですよね、ナオキさん。でかいでかいでかいけど、この間久々に東京駅だったけど、今見るとワノさんの方がでかい。びっくりしたよ。ナオキさん体重重いの分かったんで、68キロから今76まで上げて、めちゃくちゃ汗出てるから、すげえわ、はい、びっくりした。こう前走り込んで、やってんのは見てたよ。あのマジでさ、はい、あ、次やってんなと思ったけど、あの画面では見れないの。生で見ないと分かんないですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。あちらの、はい、ここまでゴスクワットがすげえわ、はい、もう食って食って走って多分痩せたって言われるんですよ。顔がゴスクワットしたから。そうですよ、でかくなってる。めちゃくちゃでかくなってるよ。そうでかくなってますよ。明日はもうバッチバチやってやろうと思って、1年間も鍛えまくったんで。それはすげえ、すごい。お会いするのはあれですかね、もう半年ぶり以上ですよね。最後に飲んだ2丁目連れ出ていただいた時でしたっけ。あ、そういう時ですね、ハッサンと。もっと前かもしれないですね。全然だよ、全然ですよね。クソのゴスクワマジ格闘家になってる。違うんですよ、すごいんですよ。出会いがあって、ドルさんからの紹介で、OPBF の2冠王
世界7位の一人。あ、何だった？カツさん、今のくらい見ろよ。やだ、やめてね。ここにゾロちゃんと回って話して。あ、おい、こんばんは。びっくりするよ。今ね、久々に乾杯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 。結構違います。おー、ステゴロくんの T シャツ買ってね。 T シャツよろしく。オリジナル初 T シャツ。まさかさ、ここまでこつくなるのは分かった。マジで明日頑張っていただいて。いや、これだったら勝つわ。去年も応援してましたけど、今年も変わらず。すいません、去年は。去年はどうもすいません。だってしょうがったもん。俺見ちゃうとさ、明日中継しますよ。言えないよ。もちろん、我々も。ワゴン派で頑張れ。ワゴン派で応援します。了解です。今日来てもらうとね。あ、ぜひ、これの後、もしダメージなかったら。努力じゃないと、ここまでいかねえもん。わかるよ、みーこさん。わかるよ。すげえ、あのね、あったらかっこいいわ、これは。まあ、本当にわかんないね、配信は。お世話になってる方に、半年以上ぶりぐらいにお会いしたの、でかくなりすぎって驚かれてる。すごいごつくなってんだけど。いや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 、笑えるわ。本当でかくなってる。明日ね、おきにいさん戦うもんね。そうです、そうです、ね、ライバル。そう、よろしくお願いします。結局、セコンドは誰だ。セコンドは、サメ島さんとあのカズーンさんっていう、あのボクシングの世界のライバル。カズーンさん、残念だ、ね、飲み放題とワンショットどっち。あ、飲み放題です。飲み放題、飲み放題。その次に亡くなっちゃったの。そうなんですよ、亡くなっちゃったんですよ。やばい、よいしょ、よいしょ。はい、ショックです。いや、本当お人ステゴロは見に行かれるんですよ。俺カメラマンやってる。はい。あれか、あの、歌さん。はい。あの人だけアップ撮って。はい。水星もらいきれない。水星震えるの。思ってますよね。お次。オッケー、約束ね。あ、今日絶対余裕だよ。いや、申し訳ないけどね、これを見ちゃうとね、これで負けるって相当だと思う。ありがとう、カンス君。ありがとう。マジで明日、とんでもなく面白い試合見せるよ。とことんやってきたから。今もう2時間整体行って体ほぐして、タバコ吸いたくてね、タバコ吸えないから。歌舞伎全然でかくなってるの。すごい素晴らしい。尊敬に値する。狂ったようにやりました。期待していいよ。セルテのイヤホンとってもらっていいですか。完全勝利。ありがとうございます。花火ありがとう。花火ありがとう。ありました、ありました。ありがとう。ありがとう。え、クモン、クモン茶髪じゃん。明日第一試合のクモン。あれ、ブンさん、さっきのテルちゃんって来たんだよ。え、まずっすか。え、テルいたの。クモンくんさ、よくね、テルちゃん来たんだよ。よくない、YouTuber だよ。ステゴの前に芝居だろうかな。どう、仕上がってる。いや、もうぼちぼちっすよ。仕上がらんけど、勝てるっすよ。喋ってんだよ。今日染めたばっかり。いいね、そういう。体重どれくらいなの今。いや、わんぱ測ってないっすよ。もう染め込んだ匂いするっすよ。ねえ。どうでもいいんだもん、そうだね。第1試合、テルとやるクモ。いやいや、アサヒナちゃん久しぶりだね。何やねん、お前。お元気。痛い。はい、どうぞ、旅行です。またおっぱいでかくなった。全然また出遅れたや。もともとふわっちで、お前が俺に言った。何時から飲んでんの。何時から飲んでんの。もともと10時ぐらいから。すげえな、だけ強いな、アサヒナちゃん。会うの2回目だね。
バナナさん、明日ナオキリさん、そうそう、大事したよ、ナオキリさんと、そうそう、楽しみだった。セゴロメンバーはクボンとクボンだけかな。すごい珍しいね。仲良くしてください。ね、よろしく。頑張ってください。頑張る頑張る。こいつ殺せ、こいつ殺せ。え、長谷川さん誰かのセコンドの、いや、全然見に行ってみたいな、誘われたんだ。誘われたんだ。来れば誰かな、ヒーキーのヒーキーのやつ全員、あれ誰がその人だ。誰が一番強いって言われてる。誰が一番強い、あのつながりがあのあれに出てる先輩さんだよ。どういうこと。ていうか、ワドさんとここのつながり面白いの。え、ワドさんね、もうに5個で恥ずかしい、ね、名古屋で近所歩いてたんだよ。ここでもうに新宿で、新宿でワドさんからすぐすぐのとこで、そう、歩いてたから。これさ、前でさ、マー君のさ、ついつい一昨日ぐらいあったけどさ、もう明らかにさ、マー君のさ、3万ぐらい大きくなってるマジで。多分たまに来るよ。ほんでね、あの、あ、日本語とか別に特徴が感じない。ありがとうございます。花火ありがとうございます。ありがとう、花火ありがとう、ケーキ付けありがとう。パイセンに今 LINE 送って蹴り入れましたって言っても多分何か言ってくるから、これなわけねえだろって怒ってくるから。朝日だから言うとく、言うとく。朝日だったら生主、クワッチの生主だよ。でもさっき話しててすごいなと思ったのが、ニコ生すごい子さんだったんだ。あ、そうですよ、暗黒とケミキラス、はい、そう、その話聞いて、はい、だから、あの韓国のですよ。なんだかんだめちゃめちゃ古い人としか会話が合わないから。俺あれなの、こんなことないでもいろいろ考えよう。ヒーロー見習いちょっと後で行こう。バックアップの辺の、ありがとうございます。何歳チーム、あれその、クロマスク、シロマスクっていうか、変なんですよ。頑張るよ、スリさん、ありがとう。お湯だけ、あ、お湯だけ、準備はいいや。なんか企画しよう。え、企画やろう。企画ぜひやりましょうよ。ちょっと2日後に捨て頃を振って2日後に弾丸塾でって言って、結構タイトなんですよ。だけどほら、はい、あれさ、弾丸塾1回は、はい、あの外でやってるんですよ。いや、違います、違います、スタジオ。だって、だってダメよ。じゃあ、僕、あれです、スタッフです。でしょ、はい、うん、まあ、それは、そうそう、違ってさ、はい、あの、弾丸塾で1時、はい、っていうか、あれ受かってる人、はい、配信知ってる人なんて、あの人たち選ばないから。僕です。はい、明らかに、はいはい、そうじゃん。グループ分けとか全部、あの、考えて。で、まあ、あの、皆さんで受かったね、今回ね、緑があれ受かってね。本当ですね。あれ受かったからね、一気に変わったよね。ですよね、面白かったっすもんね。段階上面白いな。いいな、ぜひぜひ。今度はあの運営の方連れてくるんでご紹介させてください。ぜひぜひ。あれ、ランカン塾どう考えてもさ、あんなのさ、あの人生にさ、
こういうさ、配信知らないやつだったら、あんなのやばねですね。ちょうど、あの、配信の詳しい人を探してるっていうことで、あー、それで上手くなったね。毎回つながりあったんで。本当に汚い、ほぐす、本当に汚い、育ててないアカウントだったんで、ちょっと数字の伸びが悪くて、でも当日2日後、25日なんですけど、ぶっぱねるかなと思って、ちょっと試験的にやってますね。なんかさ、わざとくれる人、毎回飲んだけど、わざとくれる人、はい、なんかさ、俺もさ、番組のこと言ったりとか、はい、嫌われるよね。なんで？まあニコ生で結構めちゃめちゃやってたんで。いやいや、俺も知ってるけど、はい、それめちゃめちゃってそこまでやってないじゃん。いやでもやっぱそこまでさ、なんかさ、最悪のこともやってないのさ。いや、間が空かずになんか橋本くん酒ぶっかけ事件、野田総理の肉盗むって立て続けだったんで、それでなんかこいつはいじってもいいっていうか、こいつは叩いてもいいみたいな。野田さんの家にぶつけていくのクソほど面白かった。そうっすね。あれやばい面白かった。こいつすげえな。懐かしいっすね。嘘だと思った。はいはいはい。この人が。あ、僕も信じられなかったですね。でも連絡返ってこなくて1週間ぐらい経って、野田通りは確認したんで間違いないっすね。なかなかいないっすよね。いないよ。面白いけど、あの人って考えてやってるって言ってた。すごいよね。自由ではいたけど、はい、言うてちゃんとサービス精神も考えて。そうっすね、配信好きでしたよね。マッサーのさ、はい、周りって結構濃いの多い。僕ポケモンマスターって呼ばれてますね。ポケモン見つけてくる才能、みどりさんか僕かって言われてますね。いや、みどりさんはいっぱいの中で、はいはいはい、僕はそうっすね、ピンポイントでいいですよ。ピンポイントで嗅覚かき分けますね。この人は面白いっていう人をピックアップしてます。面白い。自分が多分プレイヤーでキャラが弱いから、キャラ強い人。いや強い、いや弱くないよ。そうっすか。もう宗教的な考えやな。みんな言われるわけで召喚だけど、はい、さらにそれを超えてくるのを続けてくる。そうっすね。髪型った人好きっすね。なんだろうね。多分あのファッションじゃなくて本物っすからね。今日は感動はやめます。申し訳ない、俺ね、最初のさ、アダルト番組さ、はいはい、やってもらったりするけど、その時に、ね、出したの、はい、お前らバン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 出してやろうとした時に、はい、で、チームの選挙しなきゃいけない。やっぱ調べんのよ、そう。まあまあ、そうっすよね、そうっすよね。調べた時に、経歴荒れすぎですからね。いろいろ荒れすぎたり、プラス、経歴がすごいのに、まゆみなんだよ、72人しかいない。綺麗なこんな時間。もう寝ないっすね、多分。もうね。ライバルだから。ライバル。直樹兄さん付き合い長いっすか？ああ、今年会えてからかな。ちょっと絡んでくれる。兄さんも頑張ってるよ。負けないっすよ。本当去年出たんだ。去年出て負けちゃったんですよ、僕。誰に負けたの？ヘルチャンピオン。ヘルチャンピオン。ヘルチャンピオン。その1回戦が、あの、あると、ヘルチャンピオンと、あれですか。クモン、クモン。多分スピードの反射神経も似てるんで、超面白い試合になりますね。すっげえ面白い試合になる。どうぞどうぞ。はい、すいません、お願いします。あ？ある。今めっちゃ折れてるわ。あの水でやめるわけじゃない。これわざくのことからいろいろ考えてるけど、はい、その当然セーフラーあるじゃん、はい、なっちゃうけど、その後はやっぱね、あの
がっつりっすね、がっつりっすね、はい、結局前回ね、我々やりましたその後がなかったら、そうっすね、あとネタとしてはっていう感じで、なんかそのやっぱり弁当さん見習ってこう年一の面白い祭りみたいな企画は作った方がいいっていう風になって、友達戻ってきたらどういう、宮城君と金ちゃんがね、グレア会で俺の配信で1960にして飛ぶのかなと思ったの、上がって普通に降りたの、ダセーなと思って、金ちゃんこれ期待裏切るよって言うよ、飛んでよって言うから俺飲んだ微低ごと落ちちゃったよ、分かる、分かる、分かる、一番ロボットさんが死んじゃったんですよ、心臓病っすね、心臓病で、食欲がなくして配信してなかった、それとは辛くてタイミングでちょっとあのステゴロ当日までは距離を置こうと思って10日ぐらい休んでましたね、私は。トモカさんありがとう。ストリートでマジでやってんじゃん、はいはい、ただやってます、たまに見てる、ありがとうございます。あの鳥にはあのワドさんのインコがなんかのあれで癒されるよね、可愛いっすよね、めちゃめちゃ可愛いっすよ、声がいいんだよワド顔はあんま良くない顔ビス、でも声は本当に次の日がそうなんだけど、ゆうたもでもさすごいよね、長い時間配信して、僕平均10時間ぐらいやってますね毎日、はい、見てんだよね、多分一番長いと思いますね配信やってる時間は。あでも明日はどうなんですか、明日もバッチリですね、体調も、でも大丈夫、大丈夫大丈夫、全く問題ないです。あとは2回目だしね、何ですか、ああすごい、もう慣れてますよ、緊張全くないです、無理してないです、夢がないです、勝って終生涯できるようにだんだんみんな期待してますよ、そうっすね、みんな応援してくれて嬉しいっすよ。すごい森は、でも言っときます。今見てた。誰推しでもない。ただ一人です。僕はコッチン軍団ですから、はい、コッチン大好きですから、よく二度とは喋ったけど俺はコッチンを押してますから、一枚出さないとダメよ、言っときますよ、だコッチンがセコンドにカズ軍曹に作ってくるのはカズ軍曹とも俺グレープフルーツジュースカズ軍曹ですから、一枚は、はい、あの予備が出る、予備お前の話を知ってたの、あ、すいません、カップどうやるの、いや、こっちだけです、なんてやねんパンさん、よく見てます、あかなくて、あの、ヨウブイトとの言い合いのコラボは良かったですよ、ういっす、お疲れい、はい、はい、どうも、違います、はるちゃん、ケイピー、そうなんです、セットじゃん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 、
え、これから新幹線乗ってくるの？まだ出てないでしょ、家。俺ら行くのだわ、ハイボーハヨーブ伊藤だよ。よう分かんない。ラクさん、セゴロ行くんすかって。あと何分ぐらい、はい、ちゃんと相手してる。セゴロ来るって。ちょっと待って、ヨーブ伊藤マジじゃない。そう、ネーシー君ね。ヨーブ伊藤も出したことないわ。私、様子見とったんだけど、とりあえず車に回って、ゆきちゃんから、あの子、ほら、あの女の子と、ゆきちゃんから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 、わかりますよ、ハルチさん。あ、ハルチです。あ、ハルチさん、どうぞ。はじめまして、マドウです。なんかリアルでやっと会えましたね。どこが、なんかさ、どこが、なんか知らないけどね。よろしくお願いします。知ってます、知ってます。ピンポロミニフって誰を知ってます。あ、キーの名前です。やっぱり、よくしてくださってる人だから、とりあえず、あの、いや、お酒作れないよ。お酒作るくんで、まあ、バイさんもセコンドのところを、はい、僕は最後、これ一杯飲んで帰ります。ブラカイで、ブロンハイ、あの配信のブラカイで、中村さんが宮村さん、あとは、めっちゃハグ。面白い試合やるんだよ。マダノさんは普通にお会いしたことないんですけど、あんまり行ってはいけないあの人アメリカの絡みがあったり、いやもう俺めっちゃ言ってたんだけど、いやいい、まあ、すごい痛い目しか見てないですけど、ラクさん、はい、やっぱりでもなんかワドさんは本当に僕一人配信で、あの昨日あの宮城さんと金梅さんがずっと言ってたんで、タイムスマホに話しました。来るか、いや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 、ワトさんだったら全てを聞いて話しコメントしてくれて、すごい聞いてくれて、私愛してる人だし、めんどくさいって。そういうのもちゃんとマサさんだったらいろいろね。愛したら俺にちょっと言ってください。宮城さんは、じゃあもちろん謝ります。話聞きたい。失恋したって絶叫してるんですよ。宮城さんとできてたんですか？いや、できてないよ。なんか新しいなんかちょっと距離を置いてたんですよね。はいはい、僕は今日はありがとうございます。3日何日やっぱり最近ありがとうございます。あ、ミルカさん、ミルカさん、これあれ現像されなくないですか？マジ、あ、多分一回僕が開けちゃったから、多分あそれなの、後ろだけちゃった。まあ、こっちはもらいました。まだチェキってあるの？あるあるある、全然ある、いっぱいある。私、あなたのチェキが欲しい。何だ、そんな猫親子やん。マサさん、お守りにするから。ヤマトガールズって言われて、ヤマト君大好きなんやな。存じております。これを、ちょっとね、直してあげて。だって、4代闇箱
ババ放送見るの4台バヤビババアとか弁護さんに勝手に言われてて持って帰りますどうなんですか、持って帰りますババアグリとしては、まあ、ポケモンマスターとしてはビンビンかババマスターとしてはどうですか、チャイさん、はいはい、ここにも今日は寝ない、このまま行くよ、まあね、メニュー作ってないんだよ、物販の T シャツこんな感じでみんな、じゃあ撮ってください、俺とかじゃなくて、みんな配信しちゃったらいい、いい感じでしょ、あ、いいねー、はい、お疲れ様、はい、行きますよ、はい、サインから同じなんで、いよいよ近いとこ、田舎だから、その方がいい、これ、AV のやつね、別に国会で毎回やってるから、いいっすよ、いいっすよ、あれ本来、500円ですけど、まあ、僕だから3000円で、じゃあもう、ごめんなさい、ここの店員さんと取ると、一応500円取られる、ありがとう、アラビありがとう、みんなケーキ漬けにアイテムよろしくね、あ、いいね、いいよいいよ、ワドスです、アルティニアンです、ダーマです、アキラがね、ヤマトガールズ言わんで、喜び組じゃねえんだからさ、本当に。ワドスさんの方が許さない、私は純粋だからワドスガールズに許さない、まっすぐなんで、うん、だから一人の人を思うと、その人しか私の心には決めないんです。今誰が住んでるんですか。いや、もう11月からヤマトさんしかここに住んでない、はい、最終回でちゃんとお話ししてやっぱり私、まっすぐすぎてなんかいろいろ考えすぎて失敗しちゃうんで、そういうのもちゃんと話して気持ちがちょっと分かってもらえたから、私の天然ぶりに相当びっくりされたけど、良かれと思ったことが全然ダメなことだったっていう、恋愛下手な、順調なまま、こう、大人になっちゃったんで、俺が悪い時に、何やってるの、なんか心にやめてだよ、カレオさん。自分の命より大事な人って初めて会った、あれだ、あれだ、そうそう、和道さんってでも私より何歳でしたっけ。僕33です。ですよね、若いんですよね、結構ご苦労なさってるから、結構トラックとか聞いてると、いや、なんか大人だなってすごい思うんですけど、子供ですよ、全然若いんですよね、皆さんね、配信者の方って、あの金さん、さっきの、あれ、さっきの席か、何しよう、あ、あの金さん、あ、無事、寒い、久しぶりだ、めっちゃ寒くて、何しよう、見ちゃってくださいよ、また寝頃のセコンド来たわ、何をしてる、あの金さん、なんかリターンしてきました、さっき飲んでたんですか、はい、さっきね、ちょっと怒られてて、タバコがないって言うから、あ、タバコ買ってきますって言って、買いに行ったんですけど、はい。いや、なんか宮部さんにグエア会でお世話になったんで、はいはいはい、で全然買ってきますから。なんかリスナーさんも眠いんですかね、コメント止まりますね、でも僕コメント全然ないですよ、僕の枠は普段からコメントないです、あ
リアリって言っとった。リアリって言っとった。僕配信者なんでよろしくお願いします。クワッチですか。はい、なんかちょっとライブをやりたいんですけど、なかなかあのちょっといたずらがひどくて、メアドとかあのSNS とかもいたずらされるようになっちゃったので、あの、まあ、ミヤグロの買い方とかもわからないんで、ちょっとヤマトさんにやってもらわないとわかんなくて、1日200件とか、よくわからないのだったりするので、電話番号もちょっとお金貯まったら変えたいなと思ってて、これグレープフルーツジュース。だって俺ずっと一人でゲームしてる。何可愛い女の子の話。ちょっと待って、この人って何だよ。本当だよ。はい、じゃあ爆音でなんか一部のやつで、ね、心の中とか。よかった、俺爆音用意してるって言ってる。いろいろなさるのでバロさん、ちょっと試合前に一日クラスだいたい。エルボーくらったわざにゃマイさん、先輩はハワイ。おはようございます。おはようございます。なんかあの結婚した人とか、あのあほぼ世代が多いですね。セコンド多いよ、だって選手につけ2人つくから。セコンドの方がたくさん飲みに来られてて、あのセコンドだけでだって何人いるから40人ぐらいいる。いや、私は普通にチケットを買って、今日は浴衣で見に行こうと思われて、あ、そうなんだ。あのちょっと着替えを一応持ってきて、買わないと思うかなって思って。なんか急にこうガーって人が来て、さっきまで静かなお店だったんですけど、そうなんだ。静かでもないけど、さらにわちゃわちゃしたの。なんか人多いね、満足だね。ここからやっぱ勝負の前は眠れないじゃあ俺全然寝れるよ。全然ぐっすり。確かにチャンピンさんもテルさんも一試合ちょっと寝てもらえたぐらいだったんで、そう、なんかいいのかな。モリモリ盛り上がってね。そしたらなかなか寝てないよ、プレイヤーの方とか。どうだろうね、人によるの。そんなことある。いや、別にそんなことじゃなくたら気がする。でも結構、はい、結構なんだけど、結構何人もいられる。こんな混んでると思わなかったわ。なんすかそれ。キャンディーガムの、はい、キャンディーガム、はい、キャンディーガムはジンジャーエンジン。アイスいって、なんかね、女性の方がね、アイスビールなんか心配だったんで、アイスビールのシャンディガルバージョン。でもやっぱ今はちょっと楽しみしてらっしゃる。いっぱいの女性がよく最後に来てる一般の女性が酔いつぶれちゃったんで、最後にあのインターまで上げたらいいから、あの
まあ、知らない子じゃないんで心配だったので。誰が作ってるの？言ってるじゃん。素晴らしい。言ってるよ。だから素晴らしい。いいよ。あんま俺もね、どこでしたっけ？花澤だっけ？花澤君。全然違う。金ちゃんこの今度。大丈夫だ。いろんなところに窓が開いて、火は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 火いやリスナーさんっていうか仲良しさんっていうか仲いいんだ。でも名前を言ってはいけない人がいるので、そこでちょっと言われちゃったかな。あ、そうなんだ。お互い名前出さない。おしぼりかなんかあります？約束をしてしまったので。あ、アイコンも充電できてます。できた。中身だけ抜いてもらっていいですか？じゃあ、会社、助けようか。閉めてもらっていいですか？名学みたいな。名学みたいな。ダンサー、また始まってる。お前、ニューツーよりお前の方が始まってるな。無理やりいろいろ詰め込んで、もうマスクしてすっぴんで電車乗って、もう取るものとりあえず忘れ物ないのにガーってなってモバイルバッテリーだけ忘れちゃって、今充電させてもらってちょっといいんですけど、すごい人数がベロベロだから知らない子じゃないから。俺喧嘩したことない。持ってるけどなんでうちの俺の喧嘩してないって何もしてない。あれだもん言ってもらっぽいじゃねえか。だってでもさっき止めろよ。やっけ
今日は予約は一切怖いとこ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 体調次第見守ってる方がたくさんいらっしゃるんだろうなって思う。ロム勢多いからね。ロム勢ばっかり。私もなんかコメントするの怖くて。なんで？和田さんの枠とかは結構あのロムっちゃってるんですけど。はい。あ、そうそう、シジミ大丈夫。俺ブサイクって言われて、頑張る、シジミ、シジミ、シジミ、コメント来た。寝なくて大丈夫、夕方のね、6時に起きたから、多分寝ないと思う、このまま。オールで戦いに行くから。全然いいよ。全然いいよ。小峠さんはあのあれですよね。誰のあのあれでしたっけ？これバブバブチコ。あ、カツヒコさんの。ふわちやった時からちょこちょこ絡んでて、ね、あとバブから連絡来て、そこで来てない。私はなんか小林さんがちゃんとセコンドとあのプレイヤー側の人のこう入り時間あるじゃないですか。間に合わないし、まあ、なんかちゃんと行ってくださるかどうか、ヒカルさんが心配なさってたんで。明日お前絶対起きるよ。お前な電話し寝たら俺が寝坊する。バカ、何時電話する？あの、ないつもりだけど。そこら辺とかね、ちょっと心配しました。アボさん、なんで僕ら頭赤いっすか？俺だってもともと赤だよ。僕中学校からずっと赤。あ、そうなんだ。けど負けないですよ、赤いの。染めてるわ。染めたわ、1時間くらい。1時間くらい前だった。茶髪に少し赤入ってる感じかも。茶髪に少し赤っぽい感じ。立てたら変わる。山口さん、山口さん。山口さん、充電があるの。はい。ありますよ。じゃあ、押した。私も赤にしてたんです。これですね。また、モンジョリに大阪のリアトルと行けば。荷物としてきた。よろしくお願いします。多いわ。なんか VR 界でそうあのマー君さんとトモンさんでちょっとあの仲良くなれたくらい。あ、そうなだって、前さんに言われたらまだ慣れてくるんだけど、俺に言われてくるんだけど、髪の毛自分で切ったんですよ、これ。やべえ、すげえ変ですよね。短くしちゃったんです。やばいか、おかしいですか。分かんない、元の長さが分かんないから、長いから。すごい、長いよ、荷物が出たら。今、2人で出たら絶対やばい。やばい、やばい。バカ、モンジョリンじゃ勃起してきたわ。ヒーニャーがドリレってなんですか？多分ドルさんだよ。
ばあさんもね飲んじゃってるからね困ったもんですよ。心配の種は尽きないですよ。まあね、あのもう一人のあの職人さんはあのドクターの方なので、ね、内科医の方だって言ってたね、うん、まあ早くさっきまでいられて、でもお早く帰られたので大丈夫かなって感じなんですけど、でもやっぱりねこうバイさんが来てくれたら、まあ、ヒカルさん的には100人抜けなんだろうなって思うので、間に合うようにしてくださったらいいなって今大丈夫だよ。どれがすごいディスってる？なんて言ってんの？なんて言ってんの？なんてディスってんの？ザクザク。はい。ベーナーデータは45ですか？45。ブレーナーデータが45じゃない？清水の味ですよ。そのうちに45、ブレーナーデータ35だった。そっか。なんでカツさんに失礼を？何が失礼の？俺が何をカツさんに失礼したの？携帯なかった。全然意味が分かんないんだけど、まあ、カツさんと全然普通にやり取りしてるけど。充電できてます。何が失礼なのか全然わかんないわ。二度と教えないっつうか、俺今回別にドルさんに教えてくれなんて一言も言ってないよ。なんか勘違いしてんじゃないの？なんか勘違いしてんじゃないの？俺今回教えてくれなんて一言も言ってないよ。いつまで師匠の面してんだろうね。勘違いしてんじゃないの？天狗また。完全に天狗でしょ。おうちせがましいよ。去年のこと未だに引っ張ってんのかよ。ダッサ。行列の相方もいない。ザクロサワーっていうのは今日いるよね。恩着せがましくて天狗になる人いない？過去のことをぐつ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 恩着せがましく言って超恥ずかしいんだから。全然言っていいよ。ちょっとだけ待ってた。やったよ、こっちをやったんだろう。
最初に不義理なしたことはどっちのかな。たまに開いてくれやさいも評判悪いし、こんだけ売るから。いや俺は正直もう絡みたくないよ。配信外で言ってることと配信中に言ってることが違いすぎる。人の悪口が多すぎるんだ。マドさんカラオケ大丈夫ですか。むしろ歌いたいです。でもこれ練習したじゃないですか。あれマドさん。シゲルの意見。いや確かに今は入ってきたの。マシュウヤなんかオッケー。シュウヤもういいだろ。オッケーなら大丈夫。大丈夫オッケーですよ。オッケーですよ。大丈夫ですよ。入れてみて。マジの宝物ができた。あれやっぱりした800これダム。いいんじゃない？恩着せがましくて恩をあだで返すような人なんでしょう。俺はそういう人間とは付き合わないよ。絡む人間が離れていくのは理由があるんじゃないの。山さんね、曲だけ人を大事にできない人はダメだよ。曲だけいいよって言ってるから。ちょっと見て。山さん、もう一度聞いてください。自分の印象とかばっかり考えてるんでしょ。誰かを悪く言ってないと自分のポジションが保てない人間っていうのは最低な人間だよ。そう、なんで俺がスパーリング断ったのかよく考えた方がいいよ。不義理なことやったのはどっちか。すいません、グレープフルーツジュースをお願いします。ちょっと待ってください。2人もじゃあ5000円。リスナーさんはそんなにバカじゃないよ。リスナーさんは全部見てるから。そう思いません？不義理なことやってるのはどっちだろうね。そうそうそう、裏表がある人はダメだよ。KP ありがとうございます。実は店員じゃないんですか。あ、そうですか。なんで今日中入ってるんですか。入りたいわ、いっぱい。入りたいわ、洗ってる。はい、はい、洗ってます。入りたいわ、いっぱい入れてよ。あ、わかりました。うん。いきます。やべー、やっぱり。大丈夫。長い目で見たら。いい感じ。こっちまで短い方まで赤だよ。捨て頃カラー。ありがとう PB さん。これバグりました。まだって言われた。みんなで行く。4人で入る。俺食いけえわ。なんでお前そうそう、2回染めだから綺麗に入ったでしょ。2回入れたよ。そこ一番偉くない。
なんでお前かよみたいな顔してきます。全然そんなこと思ってないよ。これ販売する T シャツはどうグッズだよ。まずは捨て頃で先行販売だね。初めての和道グッズで T シャツ結構いいでしょ。ねえねえ、マイク取り付けるんだって。シンケン、シンケン、マイク取り付けるって。使えますか？いや俺ね、夕方の6時に起きたからね、寝れないじゃなくてむしろ爆睡したんだよね。で整骨院っていうか、あの中国式のマッサージ2時間受けてきて、もうめちゃめちゃリラックスだね。むしろ平常運転だよ。寝れないわけじゃないよ。余裕、超余裕。はい、めちゃめちゃ余裕。万全だよ。そんな、オレンジジュースもらっていいですか？体もほぐれたし。そうだね、あの心の作り方も勝さんに教えてもらったから、とことん笑ってとことんリラックスしろ。緊張はいらない。はい、僕コミュ障なんですよ、実はこう見えて。僕あれなんですよ、あの悪名高いんで大手さんの枠に行っちゃうと荒れちゃうんですよ、コメント欄が。だからあんまり映らないように心がけてるんです。オレンジジュース。まあまあ、モーニング。しっぽりが好きなんです。カズおはよう。これからおはよう。今日よろしくね。ミリ弱いで。俺の試合中に俺の耳にフルートがしてきたら本気で膝蹴りする。試合中やもん。だって全然リラックスしてる。体調も万全。もともとロングスリーパーだしね、俺。いや、あの整体2時間行ったからめちゃめちゃリラックスしてるよ。万全だよ。肩の凝りも全部、首もならない。雨のように軽い。万全万全。俺自体はハイテンションじゃないから。
これは普通の通常運転だから、周りがハイテンションなだけでしょ。タバコを吸える場所がないから。いや、普段通りだよ。全く。今、多分。コメントで。ただ。でしたよね。でしたよね。実は、頭が整理ってどういうことよ。アグレッシブな方だと思わなかったので、超調子も怖い。頭が整理、誰が？おはよう、マックさん、ありがとう、風船。わー、いいね、すごい古いマックだね。なんか待ってっつって、めっちゃ元気に待っとって、外の空気吸いに行った。それマックか。え、それ Windows じゃないの？え、64って Nintendo64ってありましたよね。マックには64ないよ。マックは64ないっすね。頭が整理。だからコメント的にすげえ美味しいとか思っちゃう。何が美味しいの？あ、ごめんなさい、映っちゃった。あ、どうもハンチです。お邪魔してます。ちょっとなんか一般女性を解放してみたり、なんかグラスが倒れたら掃除してみたりとかしてます。今日はなんかプレイヤーさんと、なんていうんですかね、ちょっと間違えた。PV にしたい。言葉が出てこなかったの。ほら。皆さん、セコンドさんたちが集まって飲んでて64ビットという意味です。あ、そういうことなんですね。でも私、自分のパソコンも言うこと聞いてくれないのでよくわかんないです。耳かきない？めっちゃ耳かきしてない。あ、うちにあったんだけど持ってきてないや。山本さん、おはよう、モンさん。おはよう。高いよ、ヒュースさん。ありふにやってやした。ジャカルタさん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 。ジャカルタ
行くやつが知らなかったんだけど、忘れたら俺だったら手本だけど、あっちをこんな感じだ。ありがとう、頑張るよ。ありがとうね、頑張ります。応援コメント書いてね。マイクアップがめっちゃ遅い。ありがとう PB さん、花火ありがとう。サンキュー、マイワイ。知らない子じゃないからね。誰が？おはよう、やだろ。おはよう。なんか気になっちゃう。誰が？まあ、女性だけど、知らない人じゃないから。俺はどうだよ。大丈夫っしょ。峠を越えてるんだよね。峠を越えたか。キャデさんと2人で。やばい。当日だね、ありがとう、頑張るよ。しっかり見てね。じゃあ、生姜映るぐらいもっと絡もうぜ。キーパーさん死んじゃってよ。あ、なんか死んじゃえるのネタ。死んじゃえるのネタ。もうそろそろ僕2時間っすか。こちらも大丈夫ですか？いや、飲んでる。飲みます。はい。ヤマトさん。上手に笑えないんだ。マイク。かっこいいとこみたい。ここ変わってくれてます。いいっすね、いいっすね。お守りなんだ。はい。ダメ。ちょうど今2時間経った。あ、じゃあチェックで。チェックで、はい。じゃあ、あの、はい。
ハイボールのグラス持ってきて。行くか、帰るか。はい、どうぞ、すぐにお願いします。はい。あ、なんか入っちゃった。お湯ください。はい。なんか入ってて。なんか入っちゃった。ないよ。なんか入っちゃった。あー、いいっすよ、置いといてください。超マジお前が。これは、かわいいですね。つまようじゃありません。はい、ちょっと待ってください。これは、超マジじゃないんですけど。すいません、ありがとうございます。マジで。マジで。ハードル上げるね。そういうのいいよ。第2試合です。よろしくお願いします。パンさん、またぜひ。ケンさんもお会いできてよかったです、今日。俺はすっごい気になってた。めっちゃ嬉しい。全然ね、今後ともよろしくお願いします。はい、結婚しよう。ヤオさん、ハイボールの2人。え、バッテリー。そう、文句言われた。まだもうちょっと確かになるけど。もんちゃん、バイバイ。バイさん、じゃあ俺の背中を追っかけてきてください。バイさん、期待します、頑張ってください。もう、ありがとうございます。明日中継もしますんで、ぜひとも合わせます。バイさん、スタッフ、はい、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました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 。また。よろしくお願いします。お先に失礼します。お疲れ様です。また明日。明日頑張りましょう。明日頑張ろう。ケアを期待します。オッケー。言ったっすよ。いや、言わんかったです。じゃあ戦艦どうしますか。いや、俺は行く。ちなみに僕、テルチャンピン KO 戦かったら、僕、負けテルチャンピンに負けたら、俺フワッチやめるって言ってる。おー、いいね。イエーイ。それは圧勝ね。MVP もらわせて。また明日よろしくお願いします。えい、頑張れよ。明日来んの？OK。お疲れ様です。ありがとうございます。お気をつけて頑張ってください。記憶させてください。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってなかったら。もちろんもちろん。ありがとうございます。お気をつけて。お疲れ様です。お疲れ。明日来るんでしょ。あ、来ます。よろしく。よろしくお願いします。帰るか。お疲れです。いいっす、いいっす。挨拶できます、すみません。お疲れ様です。明日は来る、いらっしゃるんですよ。いいっす。お疲れ様です。
さあ帰るか。これから値段表作んないと。疲れてないよ。うわ、体軽い。体めちゃめちゃ軽い。やっぱ整体って正解だったわ。すっげえ肩が軽いし、もう腰の回転がすごい効くね。帰ろう。祭りだ。カズ何時頃来んだ結局。おはようのな。おはよう。地方勢はみんな寝てないっつうか夕方起きたかんね。いろいろ動いてて、これ長時間寝て長時間起きてるタイプだから。余裕よ。父さんいらっしゃい。余裕余裕。この行動にリラックスが現れてるでしょ。相手ガッチガチで寝れてないと思うよ多分。超緊張してるだろうね。去年の俺を思い出す。一回出たことあるっていうのがでかいよね。2時頃了解。メンタルすっごい重要だよ。むしろ勝敗分けるの多分メンタルが一番でかいね。メンタル、スタミナ、技術かな。メンタル、スタミナ、技術めちゃくちゃ重要だよ。飛び込む勇気、殺されても構わない勇気、殺す勇気。相手を殴るってことは自分も殴られるってことだから、距離的にそこに飛び込まないといけない。相手を殴るためにましてやさ、リーチが短い分さ、俺の方が遠くにいたらいけないからね。中に入る、インファイト。多分インに入られたらね、直樹さん何もできないと思うよ。インファイトって結構難しいの。いや、コンパクトに腰を切ってパンチ打つっていうのは素人にはできないから。練習積み重ねてる人じゃないとインファイトはできない。スカスカってね、パンチが逃げちゃう、芯に当たんない。